サーマイケル・ジョン・カレンは、ニュージーランドの元政治家、経済学者、歴史家、ニュージーランドポスト会長。2008年度予算案について、会見に応じるカレン・ロンドン出身。幼少期に、ニュージーランドへ移住し、クライスト・チャーチの名門、クライスト・カレッジ卒業。カンタベリー大学へ進学し修士号を取得。コモンウェルス小学生として、エジンバラ大学へ留学し、 PhD を取得。スターリング大学助教授、オタゴ大学講師、オーストラリア国立大学客員研究員を経て、1974年にニュージーランド労働党へ入党。1981年にセントキルダ地区より出馬し、議会選挙に当選する。以降、1996年まで、同選挙区で議席を獲得し、1996年は、 ダニーデンサウス地区へ移る。1999年により、比例名簿入り。1984年に、院内幹事に就任以降、財務副大臣、社会福祉大臣、高等教育大臣などの要職を歴任。ニュージーランド労働党副党首に就任し、ヘレン・クラーク政権下で副首相、財務大臣、ワイタンギ条約担当大臣を務める。クラーク政権で9年間にわたり、 経済政策を指揮した。2008年の総選挙対策で減税を行い、幅広い支持層の獲得に前戦するも、ニュージーランド国民党に敗北し、選挙後に副党首を辞任した。翌2009年4月に政界を引退する。2009年11月にニュージーランドポスト副会長に就任。2010年11月に同会長に昇格。 2013年11月に再任。2009年に、オタゴ大学より名誉法学博士号を授与される。2012年6月に30年間にわたる、政治家としての功績を評価され、エリザベス2世より、ナイトの国を授与され、サーの称号を得る。経済政策通の論客として知られた、政治家、ローソン夫人との間に二女、ありがとうございます。